舞い上がれ第64回予告です。お気軽にコメントくださいね。舞が工場を手伝い始めて一月、浩太は社員たちに経営状態が改善していないことを説明し、みんなにコストを下げて利益をどう上げるか知恵を貸してほしいと頼むが、会議室はそれぞれの部署の言い分がぶつかり険悪な雰囲気になる。舞は任されている商品梱包の仕事を責任感を持って行うが、昼休憩に緊張した肩をほぐしていると事務員の山田に嫌味を言われてしまう。